か、1975年11月21日タイ、は、日本で活躍するヨーヨーを使った、パフォーマー、プロスピナー。チャームポイントは、天使の笑顔。スケバン刑事に影響を受けて、小学生の頃からヨーヨーを始め、1997年から、プロスピナーとして、インストラクターやデモンストレーションを行うようになった。また、1998年には、自派の理事に就任し、 2003年からは、ハイパーヨーヨーの監修も務めた。現在は、パフォーマンスチーム、アザーズや、交流会、ヨーヨーともの会を主催する傍ら、スキルトイ専門店、株式会社ソロハムを経営。スピンギア西八王子店、スピンギア秋葉原店、ネットショップスピンギアを展開。西八王子店は、必死が店長、秋葉原店はだっちゃんが店長を務めている。 富士テレビのテレビ番組第40回新春格子芸大会2003で中山秀幸とフレームに対してヨーヨーの技を指南したことは有名である。その他2006年公開の映画スケバン刑事コードネームイコールワサミヤ先において主演松浦綾ラへのヨーヨーアクション指導を担当するなどテレビや映画などのメディアにおいても活躍したヨーヨー世界大会 AP 部門で1位を獲得と同時に日本人初のヨーヨーマスターの称号を得ている。今でもテレビやヨーヨーの普及など多方面に活躍中。本人が運営するスピンギアは国内最大級のヨーヨーショップであり、その人気商品などはアマゾンや楽天市場の売上ランキングおもちゃ部門などでも1位を獲得するほどの人気ぶりである。世界中でブームとなった ハンドスピナーを日本に商品展開し、ブームの一役を担うほどの仕掛け人となった。ヨー,ヨー世界大会オーバーマイナス40、フリースタイルにてダブルスコアとなる100点満点を叩き出し、他者を寄せ付けない圧倒的なプレイスタイルで堂々の1位を獲得した。4A のトリックとしてソロハムを開発し、タカ自身が世界大会で決めたことで、今では 彼の代表的な技になっている。ありがとうございます。